阪神ドラ1森下、阪神の試合を見たことがなかった。森下、この人知ってるか？阪神で活躍した檜山さんだぞ。はい、その前。さては知らなかったな、笑い。いやいや、俺よりも北川さんやで。あの伝説のサヨナラ本塁打は知ってるん？僕、タイガースの試合を一度も見たことがないんです。いや、阪神の時と違うって、笑い。くさ。そもそも野球部でプロ野球見てるやつがそんなにいない。巨人に指名された後も阪神の試合見に行った大勢とかいうど変態。北川博俊が阪神の選手だったこと今初めて知ったから、森下に何も言えんわ。生え抜き近鉄選手だと思ってた。北川とか関係なく見たことないって言っててくさ。檜山より北川知らん方がすごいからな。2000年代の選手ももう遥か昔の選手なんだな。さよなら満塁優勝決定ホームランを釣りなし。阪神とか関係なく、檜山は覚えておく必要があるかどうかの境界線にいそうな選手だわ。阪神ファンの巨人選手は当たりみたいなの阪神にはないんか？そういうやつが大成するんよ。割とプロ野球見てない選手いるよな。強豪校だと野球中継の時間帯も練習してたりするからかな。これは当たりやね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。